熊本会の大門、向井白鶴熊本会は、日本の暴力団。熊本県熊本市内の有力ヤクザ組織5団体が、結成していた、親睦団体、熊本連合を前身とする団体。熊本の地元組織が、大同団結して結成していた、熊本連合が2005年に解散。その一部は、山口組や同人会へ移ったものの、引き続き独立を施行した。 中核勢力が新たな団体を組織、これが熊本会の起こりであった。熊本連合の大門前進にあたる熊本連合は、古門会、大久保一家、山野会、日新会、及び大村一門という熊本市内の5団体から構成されていた、親睦組織で熊本の半山口組の画像と言われていた。福岡県内に本部を置く、工藤会、同人会、 およびふと集会が1991年から結成していた新睦団体3社会に2005年から加入。これにて3社会はその名を4社会へ改めた。新睦団体を超えた公衆同盟とも言われるのがこの4社会で、その加盟4団体中暴力団対策法に基づく指定を受けていないのは熊本会のみとなっている。結成以降毎年のこと始め式は、 県軍神社で行っているが宮司はこれを、良しとしていないなど神社内でも意見が分かれている。ありがとうございます。